放課後のプレアデスは、ガイナックス制作の日本のアニメ。ゲイナックスと富士重工業が展開するアニメプロジェクト、スバル X、ゲイナックスアニメーションプロジェクト第1弾作品。2011年2月1日より、YouTube で配信された。また、2015年4月より6月まで、日本各地でテレビアニメ版が放送された。 スバル自動車販売プロモーションの一環として、日本国内をターゲットとし、公開期間を2011年冬限定とした、ウェブアニメーションとして企画された。当初この企画は、自社の、レガシーに採用した、衝突防止機構、アイサイトのプロモーションを念頭に置いたアニメとして、富士重工業が、ガイナックスに要望したものであり、主人公の成長物語として、 キャラクターも仮設定していたが、議論を重ねた結果、車が出なくても構わない。スバルの良さ、スバルの挑戦を見せたいという富士重工業側の要望と、車を登場させなくても、車の代わりとなる。何かで、スバルの良さを表現する。スバルという存在自体を追求するという、ガイナックス側の方向性から、現在の形になり、制作された。また、 2011年1月31日に東京都内で開催された記者発表イベントでのゲーナックスの武田康史博士と富士重工業のウェブマーケティングを担当する鈴木洋によるトークショーではアイサイトをもじった斎藤愛というドジ娘が車に乗りながら全国を旅して色々な人と触れ合うという企画を考えたが6月にはアイサイトが発売になってしまい この企画はなくなったという話が語られた。そのため、作品の合間に CM を挟む、一般的なテレビアニメとは、プロモーション方法の異なる作品となっており、スバルの認知促進が目的でありながらも、上記の通り作中に、スバル製品は特に登場しない。しかし、作品の随所に、 以下のような自動車的要素が取り入れられていることで、スバルを表現した作品となっている。なお、自動車のブランド名、スバルは、天体のスバルに由来するが、天文学では、オウシ座のプレアデス星団と言われ、これが、タイトルや、作中の名称として用いられている。また、配信開始と同時の深夜には、渋谷駅前のオーロラビジョン4面をジャックして、公開された。 2011年6月4日から同年7月1日までの期間限定で、ユナイテッドシネマとコラボレーションしたオリジナル映画鑑賞マナームービーが本編上映前に流されることが決まった。ユナイテッドシネマでは公開記念キャンペーンとして、キャンペーン中オリジナルグッズの販売やオリジナルドリンクが販売された。2013年3月21日、再始動が報告された。 同年12月27日には、ツイッター公式アカウントにテレビアニメ化をほのめかす、ツイートが投稿される。そして2014年2月7日には公式サイトに、ネクストステージは、TV へというメッセージと、多数の新規イラストが掲載される。10月から、月間、コミクレックスでのコミカライズ、放課後のプレアデスプリズムパレットの連載も開始されている。 そして12月16日、テレビアニメ版の制作発表会が行われ、正式にテレビアニメ化がアナウンスされた。なお、テレビアニメ版は当初は劇場版アニメとして企画されていたが、ワーナーブラザースホームエンターテイメント側の要望でテレビアニメに変更された。2011年2月1日に第1夜から第4夜まで1話を4本に分割してウェブ配信。 2011年2月7日より、Wish ュアポ p o n a プレアデスのタイトルで公式英語字幕版が公開された。また、第4夜の終盤でスタッフらによるイラストが収録されている。2015年4月15日にブルーレイディスクが発売された。キャッチコピーは、空を見上げた。あの星の輝きを見つけた。放課後の学校、生が好きな少女が展望室の鍵を開け入ると、 そこは、いつもの展望室ではなく温室のような場所へと、繋がっていた。スバルはそこで不思議な少年と知り合う。その少年と知り合った後、帰宅するため階段を降りていたスバルであったが、今度は、不可思議な生物と遭遇してしまい、大切なコンパスを持ち去られてしまう。コンパスを探し校舎の廊下をさまよっていたところ、たまたま近くにあった物質の扉に、 スバルが触れた時、扉は一人でに開け放たれ魔女のような格好をした4人の少女たちと出会う。スバルはその少女たちの中に親友の姿を見つけ、2015年4月より6月まで放送された。2013年12月27日に公式ツイッター上で発表。2014年12月16日の制作発表会にてスタッフ、 担当声優、放送局が公表された。テレビアニメ版では、5人は、同じ座席にいた違う運命船から、プレアデス星人によって呼ばれた存在であり、7年、前の事故で壊れた、宇宙船を修復するために、エンジンのかけらを集めることになる。放課後のプレアデスラジオは、音泉にて2015年3月19日から9月17日まで、配信されていた。 ウェブラジオ番組。第1回から第19回まで毎週木曜日、更新、第20回から第23回まで、各週木曜日更新、全23回。パーソナリティは、高森夏美が務めた。アーカイブ収録として、CD 単体での発売はなく、BD、DVD 初回生産限定版特典としてのみ、第3巻と第5巻に付属されている。 東京オートサロン2016でヒロイン、スバルのコスプレを披露した桜井さえ。ありがとうございます。